はい、どうもありがとうございます。こんにちは。私はですね、さっきのドラゴンなんとか初めて聞きました。すいません、笑いは誘えないと思います。でも共通しているのはやっぱりなんか感動です。で、まあ、勉強というのも勉強嫌いなんですけど、やっぱり感動するのは大好きです。で、今までもいろんなことをやってきましたけれども、年に数回体がわなわなと震える、そういう感動に出会うと思います。それはいや研究ですね。いろんなことを調べていると、これはすごい、これはなんてすごいんだと。で、体がわなわなと震えてトイレに行って用を足して帰ってくると、ちょっと冷めてきてですね、なんだ大したことないじゃんと言ってもう一回考え直すということです。ですから今日の私のアイデアもひょっとしたら大したことないかもしれません。でも皆さんと一緒にちょっと考えてみたいと思います。秋あるいは春、これ皆さん見たことがあると思います。渡り鳥が、飛んでいる姿、非常に綺麗に直線状に並んでいる、あるいは V の字になって飛んでいく、いわゆる、ね、変態飛行っていうやつですね。英語ではフォーメーションフライトというふうに呼んでいます。で、この鳥がなんで直線になって飛ぶのか、V の字になって飛ぶのかというのは最近分かってきました。それは鳥が飛ぶと鳥の羽の先端に気流の変化が生じて、で、それをうまく利用して後ろの鳥がエネルギーを少なくして飛んでいくということです。そうすると直線になっていきますね。で、今日の私のアイデアはこれを宇宙でできないかということです。つまりフォーメーションフライトインスペースってやつです。つまり人工衛星、衛星は鳥のように飛ぶことができるかということです。で、仮にこれが飛んだとして、じゃあ何が嬉しいのか、鳥のように飛んだだけじゃ単に面白いだけじゃない、じゃあ何が嬉しいのか、いろいろ考えられます。パッと私が思いついたのは、多分鳥たちは一つの群れになってたくさんの目があるので、多分地面を見てるはずです。で、この鳥の代わりに人工衛星に置き換えて、その人工衛星にもしカメラを載せたとしたら、複数のカメラで地面を捉えることができます。そうするとどんな画像が捉えるか、いわゆるよくある三角測量と同じような方法で立体的な画像が捉えるはずです。普通皆さんよく見ている人工衛星からの写真というのは二次元の平べったい画像だと思いますけれども、これが立体的になる、あるいはこれが複数の衛星で飛んでいくと、ある同じ場所、まあ、さ今回では御嶽山のいろんな火山とかですね、そういったものが時間的にどう変わっていくかっていうのが多分わかるはずです。つまり今までの衛星で撮っているそのデータがの量が、いわゆる情報の量が飛躍的に増えると考えられます。これは一つの例ですね。ひまわりの画像は台風を捉えたりしています。でもなんかちょっと潰れた感じに見えますね。あるいは、この下にあるのはフランスのクネスっていう、研究所ですけど、そこから撮った御嶽山の写真です。上から見ると確かに火山が噴火して噴煙が出てますけれども、やっぱりなんか、平べったく見えてます。これをもし立体的に見ることができたら、火山の噴火がどれぐらいまで上がっているか、で、それがどういう方向に、どの方向でどれぐらい広がっていくかというのは将来予測できるはずですね。あるいは火山灰がどの場所にどれぐらい積もっているか、で、それを複数の衛星で見ていくと日ごとにどう変化していくかっていうのが分かるはずです。これは非常に、環境を調べる上で有効な方法だと思います。で、実はフォーメーションフライトっていうのは、私は今実はちょっと簡単ではありますけど計画しています。これ2つの金星探査機があります。ヨーロッパが打ち上げたヴィーナスエクスプレス、もうすでに金星について周回軌道に入って金星の大気を観測しています。これに、マックス・プランク研究所と一緒に開発したカメラが1台載っています。今現在観測しています。で、右側の方はこれは日本の金星探査機アカツキっていうやつです。このアカツキには5台のカメラがあって、そのうちの1台が、私が担当して開発しました。これはちょうど1年後金星に到着します。で、その後2台の探査機で
いわゆるフォーメーションフライト。でも残念ながらこれエンジン積んでませんので、ある時期非常に接近して飛んでいって雲を一生懸命と。でも残念ながらエンジン積んでいない。その後またこう離れてるんですけど、また近づいてくる。これが、2、3週間に1回そういうチャンスが訪れる。じゃあその同時に撮った画像からじゃあ雲の立体画像が撮れるかっていうと、残念ながらその手法はまだ確立されていません。私もちょっと5年ぐらい考えてるんですが、アイデアが浮かばない。ぜひここにいる皆さん、こうやったらできるんだよと教えてください。そしたら早速採用したいと思います。ちょっと地球に戻ります。さっきの変態飛行、じゃあこの変態飛行できるのかっていうと、これは一つのアイデアです。地球の空気、皆さん宇宙はどこからだと思っているでしょうね。僕も学生に時々宇宙はどこからって聞くんですけれども、まあ学生によっては、頭からね、高度1100キロぐらいかな、あるいはもうちょっと上かなとか言いますけれども、まあ私は全部が宇宙と。で、人工衛星や宇宙ステーションが飛んでいる、高度100キロから500キロあるいは1000キロ、そこは全く真空じゃありません。地球の空気がまだいっぱいあります。空気がいっぱいあるってことは羽が使えるかもしれない。じゃあ人工衛星って羽持ってますかっていうと、普通地球の周りを回っている人工衛星は太陽電池のパドルを持っています。これをうまく変化させてやればいいんじゃない、そういうアイデアです。で、人工衛星は、近いところ遠いところこう回りますけれども、地球に近づいてくると空気も濃くなってくるので、そこでパッパッとこうやると人工衛星の速度を変えたり遅くしたり、あるいは若干方向を変えることができるかもしれない。これざっと、計算してみると、不可能ではないなということです。で、これができると将来的に多分こういうことが実現するだろうと思います。地球の周りにたくさん乗せる。で、たくさんの人工衛星を飛ばしてやって、で、みんなで仲良く観測をする、調べる。で、それをいろんな気象だとか災害に役に立てよう、そういう発想です。で、皆さんも知ってると思いますけれども、人工衛星には必ずコンピューターが積まれています。で、人工衛星というのは非常によくできたロボットです。人間がいちいちこんな操縦はしていません。自立して動いています。で、これにネットワーク機能を載せます。つまり人工衛星と人工衛星お互いに連絡し合う、これを衛星間通信と言いますけれども、それをすることによって複数の衛星がお互いに連絡を取りながらきちんと飛んでもらう。もしこれが完成すれば、ある場所を24時間立体的に、あるいは時間の変化を多分持っていくことができるでしょう。じゃあどれぐらいの人工衛星必要なの。ちょっと電卓弾いてみると、だいたい100機です。100機というとそんなすごいお金かかるじゃないと思うかもしれません。でもだいたい人1人ぐらい、私はちょっと重いかもしれませんが、女の人1人分ぐらいの、人工衛星を100機作ると、だいたい日本の気象衛星1個分の値段になります。ですから全く不可能ではないということです。で、これはもう技術的にできてしまうので、私の興味はもうちょっと遠くに行っちゃいました。それは私たち太陽系、地球も含めて月、あるいは火星、金星、いろんな木星、土星、太陽系があります。で、そういうところに探査機あるいは人工衛星をどんどん送り込んでいって、太陽系全体をネットワーク化しよう。で、ネットワークというと、スマホとかいろいろ使っていると思いますが、地球の上、遠くから見たら地球の上のほんの表面、いわゆる二次元的な面ですね。ところがこれを三次元的に、しかも惑星あるいは月と通信しようとすると、そこにはどうしても時間差が生じますので、どうしてもこれは四次元的なネットワーク系になるということです。じゃあ将来こんなことができると嬉しいなという気がします。例えば火星に脱
ストストーンが生じた。それをもうどこにいてもいつでもパッパッと、コンピューターをいじれば見ることができる。あるいは木星にオーロラが出てきたらしい、ちょっと見よう。あるいは木星の衛星イオには火山があります。ですからこの火山が今すごい活発なの、ちょっと収まってきたな。あるいは右下にあるような土星の衛星タイタン、これには川と海があります。残念ながら水ではなくてメタンでできているんですけれども、それが今日は嵐もなくちゃんと流れているかなとかですね。あるいは7000万年ぐらい前に、ちっちゃな小惑星が地球に衝突して恐竜が滅びてしまいました。そういう小惑星が今どこを飛んでんだろう、地球に向かってんだろう。そういうのが多分将来分かるようになるでしょう。でその左下にあるように、さて来週どこに行こうかな、来週どうも、火星のダストが収まりそうなのでちょっと火星に行ってくよ。そういう将来が多分近いうちにやってくるでしょう。ここにいる若い人たちが生きている間に多分達成できるのではないかと思います。私は多分この世の中にはいないと思いますけれど。で最後に多分こういう会話が普通に行われるようになるんじゃないかと思います。おじいさんおばあさん、一体どこから来たの、あなたの